岡ソフトバンクホークス対坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。いい当たり、これは大きい、伸びていく。バッターボックスには4番吉田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。打席には5番バッターグラシアル。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。次が3球目、これは低めストライク。緩いボールしっかりと見極めました。3ボールになりました。低めの変化球見送りましたがストライクです。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。切れました、ファールボール。インサイド落ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。ホークス1点追加します。ソフトバンク打ちに打ちました。大量